バラオ級潜水艦の一隻艦名のアイスフィッシュには、南極海に生息する、氷岡と極東に生息する、シラウオカの二通りある。アメリカ公文書は、シラウオカを由来と明記している。シラウオ氷岡のスピニーアイスフィッシュアイスフィッシュは1943年9月4日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港した。 1944年2月20日に、スタンリー・ P ・モーズ・レープ人によって、命名、浸水し、6月10日に、艦長リチャード・ W ・ピーターソン中佐の指揮下、収益する。ミシガン湖での大焼け身及び潜水試験、ミシシッピガーを使った輸送、ニューオーリンズ沖での成長後、アイスフィッシュは8月22日に、 真珠湾で太平洋艦隊に加わり、チャールズ・エロックウッド中将指揮下の第17任務部隊に配属された。9月9日、アイスフィッシュは最初の紹介で、ソーフィッシュドラムとウルフパック、バニスターズ・ビーグルズ・バニスター、S ・ビーグル・ S を構成し、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。1944年10月は、 アメリカ潜水艦による日本船撃沈のピークであった。撃沈トン数は322,265トンに上り、そのおよそ3分の1はタンカーであった。10月にアイスフィッシュとソーフィッシュ、ドラムはコンボイカレッジのコードネームで呼ばれる東、シナ海のルソン海峡から台湾、中国沿岸の海域において共同で敵船を沈め、 そのトン数は26,901トンに上った。バニスターズ・ビーグルズは、ルソン海峡で、シャーク、シードラゴン、ブラックフィッシュからなる、別のウルフパックと、それとは別の行動をとっていた、スヌークと合流。二つのウルフパックと、スヌークは、10月23日に、檻からの悪天候の中を航行中のまた30、船団を発見。 ソーフィッシュが元特設水蒸気母艦君川丸を撃沈したのを手始めに、次々と輸送船を撃沈していった。アイスフィッシュは、翌10月24日6時5分、北緯19度58分統計118度33分、北緯19.967度統計118.550度、19.96718.550 19. の、 地点で天下下丸に魚雷を2本命中させて、撃沈した。また30戦乱に対する攻撃では、君川丸を含め合計9隻の貨物船及び輸送船を撃沈する戦果を挙げたが、シャークが、駆逐艦春風の反撃を受けて、ついに帰らなかった。2日後の10月26日、バニスターズビーグルズは、北緯19度07分、統計120度42分、 北緯19.117度統計120.700度、19.117120.700の地点で南下してくるモマレーゴ船団を発見。アイスフィッシュは安広丸を撃沈したが、直後に苦戦艇の反撃を受け、爆雷16発を投下された。深度120メートルをコす深さまで先行したが、水圧計に損傷を受けて艦内は、 水浸しとなり、火災も発生した。損傷の程度は大きく、アイスフィッシュは、紹介を打ち切った。11月13日、アイスフィッシュは61日間の行動を終えて、マジュロに帰島した。12月8日、アイスフィッシュは2回目の紹介で、スポットバラオとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。しかし、 この紹介で戦果を上げることはなく、また、物資の不足により期間を余儀なくされた。1945年1月20日、アイスフィッシュは42日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。2月20日、アイスフィッシュは3回目の紹介で、ソーフィッシュ、キングフィッシュとウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。東、 シナ海の内台湾の北東部及び東部を行動したが、戦争も終盤に近づいたこの頃、日本船の大半は潜水艦などによって海の木図と化しており、めぼしい目標はなかった。4月20日、アイスフィッシュは60日間の行動を終えて、グワムアプラ港に帰島した。5月15日、アイスフィッシュは4回目の紹介で、南シナ海、タイランド湾を呼び、 ジャワ海方面に向かった。海南島、香港近辺を中心に紹介したものの、この紹介でも敵艦との接触はなかった。日本の海上動脈はアメリカ海軍による無慈悲な攻撃によって弱まり、帝国の勝利はもはや夢と化した。アイスフィッシュは敵艦攻撃の任務に代わって潜水艦にとって有用な別の任務に当たることとなった。 6月7日、アイスフィッシュは、プビー、カタリナの上空援護を受けて、台湾沖で6名の陸軍パイロットを救助した。7月4日、アイスフィッシュは50日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。7月29日、アイスフィッシュは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。8月7日、アイスフィッシュは、 北緯0 0度十1 6分統計1 0 6四十4 5分、北緯0 2二6 7度統計1 0 7 6 7 5 0度零0 2六6 7六点1 0 6 7 5 0の地点で15トンの小型船を打捕する。乗組員は日本人2名、アジア人2名、中国人5名であった。日本人1名が海に飛び込んだが、残りの乗組員は捕らえられた。船は砲撃によって沈められた。 アイスフィッシュは、洋上で終戦を迎えた。8月22日、アイスフィッシュは24日間の行動を終えて、サイパン島、タナパグ湾に帰島した。アイスフィッシュは9月1日に、サイパンを出港し、18日に、サンフランシスコに到着。アイスフィッシュは1946年6月21日に、メアイランドで退役し、予備役艦退入りする。 1952年6月5日にメアアイランドで最終駅したアイスフィッシュはパナマウンガ地帯を通過して7月14日にコネチカット州グロトンに到着した同地で1952年7月29日に予備役となりグッピー IB 回収が行われた12月10日に最終駅しその後様々な試験を行う1953年2月21日 アイスフィッシュは退役し、オランダに移管される。オランダ海軍では、ワルラスの艦名で収益した。オランダ海軍でその名を持つ艦としては一隻目であった。その後アメリカ海軍に、形式的に返却。1971年7月15日に、除籍され、1971年8月15日に、廃棄のために売却された。アイスフィッシュは、 第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。